UT Air が運航するボーイング737から500国連人道支援航空サービスは国際連合世界食糧計画が管理する支援物資や職員の輸送を担う組織。WFP が支援を行う地域では陸路が危険なため航空機で移動が必要なことも多いがそのような国では大手航空会社は乗り入れておらず地元の航空会社は 国際民間航空機関の基準を満たさないことがあり、支援物資や支援関係者が安全に移動できるように案はずが、ICAO の基準を満たした航空機を確保している。費用は加盟国が WFP へ拠出した資金の一部が当てられている。国連人道支援物資備蓄庫から発送される援助物資や WFP 職員の移動のほか、他の国連機関や NGO の人員輸送も、 行っている。実際の運行、管理は航空会社に委託しており、契約して航空機を貸し切る形態である。航空機は国連軍の車両と同じく白一式に UN の文字を入れている。航空機が基準に合致しているか確認するため、WPF の航空安全ユニットが WFP アビエーションセーフティクオリティアシュランスマネージメントシステムズに基づき定期的に リスク評価や職員の訓練を行っている。ありがとうございます。